これっていうの。でもさ、ほら今さっきのホワイトの方だってさ、外角にずっとでかいの着よったんやんだけ、短いのこんやろって勝手に思っとったね。高校か、これ初回コールド案件やんけ。ゼロに抑えたらワンチャンあるな。プロスピーゾーン勝だなって思ったことあるよ。本当に練らないかんって分かっとるのにスタミナ溜まっとるか確認しに行く、これも依存やろ。ナイスキャッチ。外国人 OB タイロンウッズ出ると思うよ。さすがにもう中日枠他おらんでしょう。うまっ。飽きたって思ったことないね一回も。日本先生ナイス。サッカーよね。野球はいつあるん？うわ、6割1失点は上出来でしょう。時間見つけて。やっとランク戦できるようになったけん。配信でしてほしい。いいね。まあでもランク上げてからしよっかな。マジでセンター方向は良くないね今。うん、今センター方向のバッティングはマジでダメ。ここ勝てたらうまいよ。うまいよって別ポイントもクソもないけどさ。球程の6割に勝ちて。奇跡が起きんと。ウィーレプロスピで言う TS でネイマールとんでもないことになってる。バルセロナの時かな。もうセンター方向に打つなで。今センター方向マジでヒットにならんけんね。流しきれてないんやろうね。ダメやな。いやサンチェスさんね、俺も見分けつかんね。だけもう見分けつかん人はね、スピード感よ。スピード感、回転で見分けつかん人 はあのスピード感で判断するしかない。
によく飲み行かんねえ。ほんと3年に1回ぐらい。田渕さん欲しいな。うわ、取って坂本さん今の。よかった、モサに勝てた。プロスピあるあるよね。モサに運よく勝てることもあれば、自分より格下の相手に普通に負けたりするし。いやでも6割9点に勝てたのはちょっと自信になるね。